さすがにあいつを一人では行かせられねえからな。社内は窮屈かもしれねえが許せよ。出発するか。そういやシドとシドニーが船の修理でカイムに来てるそうだ。それはありがたいな。ああ、ジャレットの手配だってよ。そっか、さすがだね。今出発しても大丈夫？死骸に会っちゃわない？お疲れではありませんか？お部屋すぐにご用意できますよ。そろそろ行く？さあ、出発だね。よし、出るか。了解。また来やがったか。一旦止めよう。ノクト、大丈夫だ、心配するな。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ありがとうな。ありがとう、チョコボ。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。ノクト強。まあな。さてどうする。よっ。容赦すんじゃねえぜ。任せろ。よし、完璧。
りゃ。行くぞ。ノクト、うまいことやるじゃねえか。で、次の作戦は帝国軍の巡哨を捕らえよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか。帝国兵捕獲作戦開始。まったく、これだから傭兵上がりは。連絡はまだつかないと困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。捕らえ方は俺が指示する。奴に気づかれるな。最初もどういうつもりなんだか。アラネア巡哨に私を監視でもさせてるのか。先々で私と彼女を引き合わせてね。彼に言わせれば人間的に信頼できると。魔導兵なんぞを推進しておいてよく。レスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいましたが、あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリナが王子を見つけ出さねばね。
もう一度アラネア巡将に連絡を取りましょうか。君たちはここで待機。もし巡将が来たら奥へ通して。今だノクト、背後から近づいて奴を捕らえろ。言っておくが、殺すなよ。分かってる。よくやった。この調子で行こう。作戦開始の合図だ。ノクト、二人と合流しろ。俺はカリコを移送する。よし、派手にやるか。そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんは？メルダ省の人間に引き渡したんだが、逃げられてしまったらしい。じゃあもう一回くらい会うかもな。
もう終業。悪いけど帰るから。この後やったって一ギルにもなんないし。次また遊びましょう、可愛い王子様。何だったんだあいつ。イリス無事かな。あそこなら大丈夫だろう。さっさと合流しようぜ。おかえり。やっつけたんだよね。まあな。心配はいらねえよ。後でみんなの部屋寄ってもいいかな。車の音がしたから迎えに来たよ。一緒に旅ができて楽しかった。船は？じいじが整備してるよ。ただちょっと時間かかりそうでね。何か問題が？思ったより傷んでる。部品交換での修理がいるかな。修理か。まあしばらくじいじが泊まり込んで直すってさ。で船の部品なんだけど、いろいろ調達するの頼まれてくれる？もちろん構わない。あ、そうは言ってもね、オートのダスティンとモニカ、あの二人も調達を手伝ってくれて、もうだいぶ揃っては来てるんだ。さすがは元警護隊か。そんな二人が苦戦してるのがミスリルって珍しい鉱石。この辺じゃ取れないらしいんだ。あのオートから来た子が教えてくれて。タルコット？そうそう、オートの子は賢いんだね。まあ詳しいことは彼に聞いてみて。ああ分かった。じいじは船着き場にいるよ。で、悪いね。私は工場があってさ、自分の荷物取ったらこれで帰るつもり。ノクティス様、ここ僕たちの家なんです。こっちへどうぞ。聞きましたか？船の修理にはミスリルっていう鉱石が必要です。滝の洞窟の北に行くと湖があって、そこの古代遺跡の中で取れるっておじいちゃんの手帳にありました。
タルコットが言ってた湖は多分ベスペル湖のことなんだけど、モニカたちが調べてみたら湖に続く道を帝国が封鎖してたって。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？エリス、ちょっと外してくれねえか。え？うん、じゃあ中にいるから。さて、船の手伝いはお前らだけでやれんだろう。あ、何それ。ちょっと出かけてこようと思ってる。いつもロンだよ。すぐじゃねえが、長くもねえよ。